はい、今週の課題です。今週の課題はすごくベーシックに繰り出しと、まあ、チェアを、まあ、つなげる方法、まあ、それをちょっと小ネタを挟んでちょっとやるネタを今回やっていきたいと思いますんで頑張ってください。はい、それではちょっとやり方を説明していきますね。まずは繰り出し、まあ、崩しって言われる動きですね。まあ、これは、まあ、過去にも、レクチャー動画上げてるんで、ちょっと繰り出しは繰り出しでちょっとそっち見てもらって研究してみてください。はい。で、今回その繰り出しを最後まで行かずに、途中で体勢を戻していくっていう、ちょっと一回ゆっくりやると、繰り出し、普通に繰り出すと、バンって背中がつくまで、ここまでやる繰り出しを、背中をつくまでで止めるんではなく、そのまま流すイメージ。崩してきたのを、さっきは左足でついてたのをつかないで、左足を上げた状態で背中まで行ったら、体を右から左に流すようなイメージで、右から左に流しながら、体を起こしていく。はい。かけて、振り出し行ったのを右から左に流していく。はい。かけて、崩しに行ったのを右から左に流していく。はい。で、今みたいに、崩しはそのまま行かずに、まあ、キャンセルしてるんで、勝手に、繰り出しキャンセルみたいな感じで読んでるんですけど、今みたいに体を起こしてきます。で、起こしてきたら、この姿勢に、体が起きた時ね、この姿勢になってるんで、このまま、もう一度、今度は、足を、右側の足を左足の内側にかけるようなイメージで、もう一度この外に繰り出す。で、崩し方がさっきとはちょっとやり方が違います。このやり方をちょっと説明していきますね。まず先ほど言ったように左足の内側に右足をかける。で、一旦左に体を倒します。はい、倒しに行った体を右に戻すっていうやり方になります。はい、体重の乗せ方としては一回左に振った時に左肩をしっかりついてあげる。はい、左肩と右手がしっかりついてて、左に振った体をまた右に戻すイメージです。はい、今の、まあ、普段やってる崩しと違うやり方の、まあ、方法がちょっと違うだけで、これも繰り出しになります。ちょっとこれだけをマスターするのでもちょっと時間かかると思うんですけど、まぁ、ちょっとさっきの繰り出すキャンセルから、まぁ、ちょっとやり方が違う新しい繰り出しにつなげてみる。ぜひこれも、まぁ、両方練習しながらつなげられるようにしてみてください。はい。崩しが終わって、この姿勢になったら、半次郎で飛ばしてあげる。飛ばしてあげたら、伸びてる足を前に置いて立ち上がるイメージ。はい、崩した後、崩したら半次郎して膝ついて立ち上がる。はい、この流れで立っちゃっていいです。この後は自分の好きなようにチェア行ってくれればいいんで、基本的にはその後は自由です。フリーズ行ってくれればいいだけなんで、これを全部つなげたのが今回の課題になっていきますね。はい、これをゆっくりつなげてやってみるとこんな感じになります。ぜひ
挑戦してみてください。頑張って。